新規感染者は、県発表分が802人、浜松市発表分が126人、静岡市発表分が125人で、合わせて1053人でした。先週と比べて267人増加していて、4日連続で前の週を上回っています。死者は4日ぶりに2人確認され、これで県内の死者の累計は 769人となりました正午時点の病床使用率は県全体で27.9%です直近1週間の感染者数は6,875人で前の週の1.11倍です